禅光寺式阿弥陀三尊は、日本最古の仏像と伝承される、新州禅光寺の本尊を模した、和光三尊形式の阿弥陀如来像のことで、禅光寺式如来とも呼ばれる。南北朝時代の混同物を源流に持つ禅光寺、式阿弥陀三尊像は、鎌倉時代以降に、日本各地で盛んに制作された。銅像阿弥陀三尊立像加減二年名福島県、岩き市所有銅像。 阿弥陀三尊立像文英八年名円学寺彫刻史では禅光寺式阿弥陀三尊像と称している。偽物出現により、1692年12月14日に柳沢義康の仲介で、高志人が秘仏の禅光寺本尊を見分、報告している禅光寺由来記。国の重要文化財である禅律本尊は、 中村、42. 4 2 4トル、左脇地3 0 5トル、右脇地 30.2cmt であると文化財、保護委員会指定書に記されている。数密三尊形式といえる最古の例として、そう、現下28年の名がある根動物が挙げられ、前光寺如由来に似た例として北に、大安元年の名がある、超長い座像が挙がるが、両脇地は、半下カ像である。 また、上海博物館にある石像漆唐仏座像は、東院や盆教院まであり、禅光寺由来の国寺例である。禅光寺式阿弥陀三尊像は、鎌倉時代から室町時代にかけて盛んに造像され、200体以上が現存し、そのうち41例に造像年がある。 高さ50センチ内外の同性の肖像が多いが、海義満地蔵のような大作や、広島暗黒地蔵のような等身大の木像もある。ありがとうございます。